皆さんこんにちは。ソニーコンピュータエンターテインメントワールドワイドスタジオの吉田です。先ほど森田からもありましたが、プレイステーション4は昨年11月の発売以来、全世界ですでに1000万台の実売を達成しました。そしてワールドワイドスタジオからディスクベースで発売しましたキルゾーンシャドーフォール、ナック、インフェマスセカンドサン、そしてラストオブアスリマスタードのすべてが全世界で100万枚以上の販売を記録しています。また PS4 では PS プラスのメンバーの増加など、プレイステーションストアでタイトルを買っていただくユーザーが非常に増えており、デジタルタイトルも好調なセールスを記録しています。これからもワールドワイドスタジオから PS4 の高い性能や新しい機能を使った PS4 ならではのタイトル群をリリースしていくことをお約束します。さて本日最初の発表は、皆さんもよくご存知のジャパンスタジオ人気シリーズの最新作が PS4 に登場するというニュースです。まずはこの映像をご覧ください。ボブよろしくね。紹介ありがとう周平、そのジャケットなかなか似合ってるよ。皆さんようこそプレスカンファレンスへ。 MG エステート社 CEO のボブグリーンです。先日ある友人がこう嘆いていました。週末ゴルフに行きたいんだが、ワイフが OK してくれないんだ。確かに家族をほったらかしにするのは気が引けますよね。そこでふとひらめいたんです。こんな風に妻を誘えるゴルフ場があったらどうだろうって。なあハニー、今度の週末バカンスに行かないか。子供たちは虫取りやかくれんぼができる。君はどうする？ピクニックにショッピング、バーベキューだってできるぞ。その間僕はゴルフでもして待ってるよ。よっしゃ、私たちが開発するのはそんなゴルフリゾート。豊かな自然と充実のアクティビティ、ご家族や友人たちと心ゆくまでレジャーを満喫できる。レディース&ジェントルメン、それがニューミンゴルプロジェクトです。澄み渡る青空、美しい芝、心地よいそよ風、そして愛すべき家族の笑顔。あなたが思い描く理想のゴルフリゾートを作り上げてご覧に入れましょう。プロジェクトの全貌はまた来年お話しできると思います。それでは周平、あとはよろしく頼んだよ。はい、いかがでしたでしょうか。ミンゴルシリーズは1997年にプレイステーションで発売された1作目より、ゴルフゲームとしてのクオリティを常に高め、作品ごとに提供するプラットフォームを生かした新しい遊びを追加してきました。プレイステーション4のみんなのゴルフでは、 PS4 のパワーと PS4 の持つソーシャルな遊びを取り入れた全く新しいみんなのゴルフを提供します。今映像でご覧いただいたように、プレイヤーの楽しみ方、過ごし方、体験できることを大幅に増やして、ミンゴルを通じてプレイヤーが誰とでも一緒に楽しめるゴルフリゾートを作ろうとしています。それはみんなのゴルフがみんなのゲームであるというシリーズの基本に立ち返るということでもあります。 PS4 のみんなのゴルフはスポーツゲームとしての進化に加え、ゴルフを中心としたオープンワールドエンターテインメントとして生まれ変わります。今日の紹介はここまでですが、来年早々にはこの新しいみんなのゴルフが具体的にどのようなゲームになっているのか紹介させていただく予定です。お楽しみに。続いてはプレイ・クリエイト・シェアで人気のシリーズ新作となるプラットフォームアクション、リトルビッグプラネット3の日本版の発売が決定しましたのでお知らせします。家庭用シリーズ3作目となる本作では、おなじみの主人公リビッツのほかに、能力の異なる3匹のプレイヤーキャラクターが新登場します。ゲームエンジンのチューニングにより、アクションゲームとしてのプレイフィールはより向上しています。また LBP1、
LBP2 の全世界のユーザーが作ってシェアされている800万を超えるステージが LBP3 でも取り込んでプレイ可能で、過去に発売された DLC アイテムとも互換性を保っています。つまり何年かかっても遊びきれないほどの大量のコンテンツがユーザーの皆さんを待っています。そしてクリエイトモードも進化し、初心者の方でもすぐにゲームが作れるたくさんのゲームテンプレートを用意しました。リトルビッグプラネット3はプレイステーション4のシェア機能との相性も抜群です。今日は最新の映像を用意しましたのでご覧ください。